ジェシー・ノーマン、ジェシー・ノーマンは、アメリカ合衆国のソプラノ歌手。オペラ歌手としても、ソリストとしても、世界的に著名であり、また、クラシック音楽界きっての化石頭の一人である。ソプラノドラマティコの性質と圧倒的な声量を持ち、アイーダやカッサンドル、アルチェステ、レオノーラなどの厳粛な役柄を得意としている。ジョージア州オーガスタの出身。 両親は揃って音楽愛好家でピアノを得意とする母親と地元の教会で聖歌隊員を務めた父親との間に生まれた。4歳の時から教会で歌っていた。ハイスクールまでを地元オーガスタで過ごした後、奨学金を得てハワード大学に進学し、キャロライングラントに指示。同校を卒業後、ミシガン大学に進んで1968年に修士号を取得。 翌1969年にミュンヘン a r d 国際音楽コンクールの覇者となり、ベルリン国立歌劇場にて、リヒャルトワーグナーのタンホイザーのエリーザベート役により、オペラ歌手としてデビューを果たし、歴史的なソプラノとの高い評価を受けた。1971年、フィレンツェ5月音楽祭に初出演。1972年には、 ミラノスカラザとコベントガーデンを王立歌劇場で、アイーダでデビュー、エディンバラ音楽祭に初出演。その後も、ドイツやイタリアの様々な歌劇場に出演を重ねた。1973年に帰国し、リンカーンセンターにおいて、母国での公式なデビューを果たす。メトロポリタン歌劇場には、1983年に、 同歌劇場の創立100周年を記念して行われた定期公演のうち、ベルリオーズのトロイ人の上演によって初出演を果たした。1990年代初頭からニューヨーク州クロトンイコールオンハドソンに移り住み、テレビタレントのアレン・ファントから購入したホワイト・ゲイツと呼ばれる人里離れた屋敷で暮らしていた。2019年9月30日、脊髄損傷の合併症による 排血症性ショックと多臓器不全のため死去。2015年に脊髄を損傷していた74歳没。しばしば公的な行事や祝典に呼ばれて歌唱を披露しており、1985年のロナルド・レーガンと並びに1997年のビルク・リントン米国大統領就任式やエリザベス2世の還暦記念祝典への参加のほか、フランス革命200周年記念行事で、 コンコルド広場において、ラ・マルセーエズを、1992年7月25日、バルセロナオリンピックの開会式と1996年に、故郷であるジョージア州で開催されたアトランタオリンピックの開会式では、アメージング・グレースを熱唱した。オペラ歌手としての活動に加えて、定期的なリサイタルも開いており、アリアや芸術歌曲、黒人霊歌を歌っている。 イギリスの女性作曲家、ジュディス・ウィアの連作歌曲集、女、人生、歌うマン、ライフ、ソングを初演している。デューク・エィントンやミシェル・ルグランによるジャズアルバムも録音しており、バンゲリスのミスディアにも参加した。ノーマンは陰影に富んだ表情と深みと張りのある声が特徴的である一方、詩と台本の内容や楽曲構成を把握した知的な解釈と、 巧みにコントロールされた表現によって知られている。表向きの木ぐらいの高さと、和やかなユーモアのひやめきが結びついた、ステージマナーゆえに、オペラ界のディーバの由緒ある伝統にはっきりと位置を占めており、1981年のフランス映画、ディーバの着想源が彼女であると信じる人も多い。また、一般にディーバと呼ばれる歌手が避けがちな、 新ウィーン学廃校の新音楽にも取り組んでいる。とりわけ、シェーンベルクやアルバンベルクを得意としており、近年に来日した際にも、シェーンベルクの一幕オペラ、期待を披露した。9月11日は、カリフォルニア州パサデナ市において、ジェシー・ノーマンの日と定められている。これは、その日に、同志のブレア・マグネット高校において彼女がコンサートを行ったことを記念して、 パサデナ市長がその日を記念日として宣言したことによる。競技のオーガスタは、ノーマンの功績を称えて、1990年代初頭に、川辺にある、円形劇場に、彼女の名を付けた。2015年、ウルフ賞芸術部門受賞。ABCDE、タワーレコード、マイナス追悼、ジェシー・ノーマン2019年10月1日18時。2019年10月3日閲覧。 ジェシー・ノーマンさんが、死去世界的ソプラノ歌手。朝日新聞。https w w w a s a h i c o m articles.asm12gpkmb1b00.qhtml2019 年10月1日。閲覧。トレイルブレーシング。ブラックオペラスタージェシー・ノーマン。74。o m p オブ・コンプラケーションス・フロム・スパイナル・コード・インジュリー。 デイリーメイル、https, w w w d イリ l i e m a i l c o u k ニュース、アーティクル -7522531、ジェシー・ノーマン・インターナショナル・オペラ・スター・デッドマイナス -74、html2019 年10月1日閲覧。ジェシー・ノーマン、グラミー、ウィニング・オペラ・スター、ダイズ・アット・エイジ74、 ザ・ガーディアン、https、www.tguardian.com、ミュージック、2019、セプテンバー、30、ジェシー・ノーマン・ダイズ・オペラ・スター・グラミー、2019年10月1日、閲覧。ありがとうございます。